どうぞ。先月30日、鳥取県日南町で開かれたあるセレモニー。よく見ると皆さん芝生の上に直接座っています。この日、日南町総合文化センターで行われたのは、施設の裏の敷地に広がる芝生のお披露目会。住民らが苗を植え付け、およそ2ヶ月かけて完成させた緑の絨毯です。裸足でね、歩ける、裸足で寝転がって遊べる、緑の中で自由に活動できるということが一つのコンセプトで。もともとレンガが敷き詰められていた総合文化センターのイベント広場、これをふかふかの芝生に変えることで、子どもから大人まで世代を超えて交流を深めることができるコミュニティ空間を作りたいと、地元の住民団体が町に要望し実現しました。低コストで管理の手間がかからない鳥取方式と呼ばれる方法を採用して、およそ2000平方メートルに1000株を植栽。これが順調に生育し、青々と広がった芝生に住民の反応は。ここでどんなことして遊びたいですか？追いかけっこ。転んだ時に怪我したりしにくいと思うので、いいと思います。芝生はすごい。初めてだわ、こんな素晴らしい広場という気持ちになっていただいてですね、子どもさんから大人まで自由にここを使えるという広場にしたいなと。今後、日南町では鳥取県内外の人を対象としたイベントも開催するなどして、地域のさらなるにぎわいにつなげていきたいとしています。